ああ、この崩壊と一緒に自分も。この分の長くは持たないよね。ああ、自分で動かせる感じか、これ。ともそうだが、煙が充満すれば私たちも。制限時間内に工場脱出しろ。マジ？これセーブできる？あ、できねえ。ちょっと、もう BGM 神。でもちょっと戻ってるじゃん。ごめん。ちょっとマラソンはしたいんです ああ、いろいろ細かく触りたいけど、やってる暇ないか。まあ、時間結構余裕あると思うんだよね。あ、なんか落ちてる。何？アセンスの正解。ああ、そういうふうに落ちてるのね。ちょっといろいろちょこちょこ振り返りたくはあるんだけど。そんな暇はないか。ないか、ないか、ごめん。ないか、諦めよう。2周目で、頑張ろう。こっちだ、こっちだ、こっち。アイテムか、落ちてるか、落ちないかだけ。あ、でもなんかこういうの壊せる。時間ない？やめた方がいいかな。あ、倍速にするとちょっと時間もなくなるわ。ダメだ、時間なさそう。ちょっと諦める。なんかアイテムあるかもしれないけど。時間が余裕ありそうだったら2周目の時にね、くまなく探索することにするわ。この子どうすんの？ああ、特になんもないか。走れ、走れ。おお、ここ。あ、いつもあったの最初に1個だけかな。ああ、でも、でも時間余裕そうだね。なんだかんだ言って。なんか。こうか。RF 軍需工場1。おお、大丈夫か。大丈夫か、キア。もうすぐ出口のはずです。なんとかこらえてください。道は切り開きます。急ぎましょう。間に合う。ちょっと壊して、ブレーキ壊していこう。よし、イベントだ。お、ああ、なるほど。間に合わなかったら RP が足んなくなるのね。大丈夫？いける？普通に。博士と教授は先に。すまない。お、しんがりは？もう少しだよ、お母さん。ああ、なんかやだ。ティータが先に。お前もっと早く走れんだろ、いつも。いいから急げ。シャバババババババって走れんじゃん、この人。あ、え、あー、ロイド、マジ、ロイドさん、ライティオのあの、なんか氷魔法でなんとか。まさか。あ、なるほど、ここでオープニングだ。オープニングのノイルに、あれ、つながるんだ。あ、すっかり忘れてた。あー、これ、このシーン。ノイル。あれ、でもちょっとアングル違うな。そのいるやつ、今の回転。おお、カメラワークほんと進化したね。クロンの奇跡だともっと変わってるからね。アングルとかすごいね。毎年毎年成長が見えるゲーム会社の企業ってすごいよ。
あんな少数精鋭しかいないのにね、60人ぐらい。毎年毎年新作出してるってすごいよね。昔のユーシスとリーンみたい。お怪我はありませんか？あ、この感じでちょっと胸が動いてるのちょっとね、あれですね、いやらしいですね。なんとかな。さすがノエル、どういう経緯でここに来た？でも聞いてないぞ。そんなかっこいいバイクを持ってたなんて。あ、このバイクってどういうバイクだった？ちょっと見てみたかった、形。皆さんを驚かせようと内緒で練習してたんです。間に合ってよかった、本当に。まったく無茶するな。フォローする身にもなってほしいよ。君は俺がもらう。宇和地君もありがとね。ああ、二人とも本当に助かった。やれやれ。よいろ、ノエル。宇和地さんも大丈夫ですか？おう、キーアタックル。使い物ならなくなっちゃったな。なるほどね。幻想を超えてロイドルート3トロフィーゲット。なるほどなるほど。それセーブします。ま、そのままサクッと先に進む、やっていこうかね。はい、ロックかかりました。軍需工場からの脱出、ノバルティス博士に生み出されたマクバーンレプリカ、マクバーンレプリカっていう名前か。彼が放った炎に包まれた工場をロイドたちは辛くも脱出する。じゃあローゼンベルク工房の攻略続きいきます。はい、あ、人物ノート埋まった。ノエルに、さっき読む暇なかったからね、一回見ようか。ノエル、ロイド救出。火の手が回る軍需工場に取り残されたロイドをカラクも救出。密かに練習していたバイクの運転技術が生かされた。ほ。さあリーン、変貌。ノルドを襲った危機を間一髪で乗り越えたリーンだったが、その対象か髪と瞳の色は別物へと変わり果ててしまった。ミュゼ、察しての予感。兵器軍が停止し、皆が安堵している中、察し手として盤面の不自然さに気づいたミュゼは、まだ危機が去っていないことを予感した。アリサ、工場の調査。調印式の混乱を逃れたアリサは、新型魔光騎兵と手がかりを追って RF の人間としてシャロンと共に軍需工場の調査に赴いた。あとマキアスたちとかもね、どなたか気になるね。ガイウス、故郷の危機。穏やかな早急の大地を巻き込んだ騒乱は、7組や協力者の助力で最悪の結末は免れた。ガイウツは家族や仲間たちと、家族やとか今反応おかしいね、反応じゃねえや、呼び方おかしいわ。家族や仲間たちとの絆を再確認した。あとは埋まってないよね。あったわ。オリバルト王子、カレージャス奪還。気を伺い、リーンたちと合流したオリバルトは武器を取り、共にダルトン大佐のもとへ。危機に陥りながらも艦を取り戻した。ミュラー中佐、親友の救出。親友オリバルトが乗ったカレージャス2が敵襲を受けた際、ミュラーは脱出した機構兵で提出に、違うわ、救出に駆けつけた。もう口が回らん、なんだ提出って、いい加減しろ。シャロン・クルーガー、元執行者として、軍需工場に結社のノバルティス博士が絡んでいると知り、元執行者としても見過ごせない思いを示した。なるほどね。お、エリカもあった、あった。エリカも埋まっちゃったか。開発協力。ノバルティス博士に囚われていたエリカとセイランドは、ティータ及び患者の安全と引き換えに、ある研究開発に協力させられていた。なるほど、結構埋まったね、本当に。一旦寝まして、あとこっちも行くだけだよね。ちょっと装備、さあこちらは
お、何？何？いきなりだな。これは…そんな…真ん中から離れなさい！今すぐ！うお、プレス。危な。分断されたぞ。アラピスまた捕まってる。あ、こういう展開結構俺好き。4つに分かれたか。あ、違うわ、3つだわ。うん、こんな仕掛けまで用意したとはね。レニー、あ、嘘でしょ、マジで言ってる。しかもレニーって呼んだよ、レンじゃなくて。嘘、ちょっとボタン押したくない。え、ヘイワースさんだよね。レニ、あ、夫妻、夫妻、あ、違う、待って、これ人、あ、でもハロルドさんも行方不明って言ってたような気がする。でもこれもなんか偽物の人形なんじゃないのかな。だって気づいてないもんね、ハロルドさんたちは。あれ、レンのこと、レニだって、うすうすは感じてたけど。会いたかったわ、レニ。あー、偽物だな。あの、空の奇跡 SC 思い出すね。あの、レンが使った人形の。ずっと会いたかった。これは偽物だ。パパ、ママ。これ偽物じゃなかったら俺ごめんなさい、それは。私も、会いたかった。あー、もう分かってるね、これは本物じゃねえなって。はい、けど二人が私をレニと呼ぶことは、うん、きっともうないでしょうね。見ているんでしょう、まあ、博士。まあ今はね、ちゃんとブライト家の家族がいるから。おやおや、気づいたかね。ノバルティスさん忙しいっすね。こんな悪趣味なことをするのは博士かカンパネルラくらいだから。カンパネルラの風評被害。それは信用のあることだ。しかしよかったのかね、あの2体は君のためにわざわざ用意したものなんだ。空の奇跡からやってきたぜとすれば感慨深いな。人形遊びはもう卒業したわ。レンはもう大人だから。それとも今でもさっきのように殺したいほど君を捨てたあの二人を憎んでいるのかな。いや、この二人の愛をレンは知ったからね、それは絶対にないな。まさか、つい先日も食事に招待されたわ。ほう、それはよかった。しかしそうと分かっていれば、こんなおもちゃではなく本物を用意したのだが。あ、お前それは地雷踏むぞ。あの家族に少しでも手を出してみなさい。レンは地の果てまであなたを追いかけて、密会の一かけらも残らないくらい殲滅してあげる。冗談だよ。研究の役にも立たないことをわざわざしたりはしないさ。博士は変わらないわね。優先順位が明確なだけだよ。ところで今更だが、私の元に帰ってくるつもりはないかね。うん、君ほど優秀な実験対象を手放したことは未だに惜しいと思っていてね。評価してくれてありがとう。でも帰るつもりはないわ。言ったところでまたおせっかいのお姉さんとお兄さんに連れ戻しに来ちゃうもん。それは残念。捕まえたってされちゃうよね。おや、こちらにもお客さんが来たようだ。ああ、それでさっきのロイドたちがってことね。ではまた後ほどにしよう。君たちが全員無事に奥までたどり着けたならね。うん、レンは慣れてたからよかったものの。ああ、大丈夫かしら。
ルーファスとかの場合は何、誰なのかな、ユーシスとか。スイン・ナーディアに関してはな、あれだし、ちょっと気になる。早く早く見せてもろてよろしいですか。私と二人だけになるのはそんなに不安かね、うん、そうじゃないの。ナーディアたちが一緒にいた時はまだごまかせていたけど、なんだか今さら怖くなってきて。本当感情豊かだね。普通の人間よりも全然感情が豊かだよ。怖い。人形でも恐怖を感じると。今までも何回かあったじゃない。ああ確かに、ナーディアのあれとかね。てっきりそれは状況に応じてあらかじめ設定されていた反応に過ぎないと思っていたが、そうか、単に君が怖がりというだけの話だったようだな。可愛いじゃんラピスちゃん。失礼ね、だって怖いものは怖いもん。それで大型魔獣すら獲物の一振りで倒せる君が一体何をそんなに怖がっているのかね。このまま奥に進むのが怖い、うん、自分のことを知るのが怖いってことかな。もしデータが残っていて私の記憶が戻ったら怖い。その記憶こそが君が求めてきたものではないか。そうなんだけど、そのはずなんだけど、今はちょっと分からなくなったの。目覚めてからまだ数日しか経ってないけど、ルーファスと会ってナーディアと会ってスウィンと会って一緒にいろんなことをして本当に楽しかったの。何も覚えていない私だけど、この数日の記憶だけは間違いなく私のもの。それが今の私。でももし記憶が戻ったら、この体もこの心も作り物。それでもこの記憶だけは本物、私だけのもの。なのに他の記憶が入ってそれすらもあやふやになったら、その時私は一体誰になるんだろう。ちょっと哲学的な話だね。結局私はなぜここにいて何のために生き、そして何者なんだろう。それは、お、開いた。うわ、これは悪趣味。趣味が悪いショーだな。うわ、動いたし。私はラピス、あなたたちは誰？誰？うわ、誰？あなたたちは誰？私たちは誰？あなたは誰？ラピス？ラピス、ラピス、私はラピス、私はラピス、私はラピス。怖い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 。私はラピス、私はラピス、私はラピス、私はラピス。そんな、違う、ラピスは私よ。ラピスは私よ。ラピスは私、ラピスは私。うわ、ムカつくこれ。塞ぎそう。お、気をつけろ。ゾンビかよ。ポーズが。あ。どれが本物かわからなくなるぞ。私と同じ人形が
にもいるなんて。だったら私は一体何なの。彼女たちもラピスを名乗るなら、私はラピスですらないの。私に兄弟がいたらっていうあれの伏線回収されたかな、これで。私は見つけた。うん、君がラピスだ、ルフォス。いや今回サムネ候補の絵が多いな。あ、このシーンなんか見た。あ、これスクショスクショスクショ。サムネ候補めっちゃあるんだけど今回。わかったの。自分の言葉を忘れたのかね。何があっても、その人はその人だと。ならば、同じことだろう。どれだけ同型が存在しても、どんなに記憶が変わっても、君は君だ。でも、それは人間のことで、人間には魂があるから存在が揺るがなくて、人形には魂がないんだよ。唯一自分だと証明できる記憶だって簡単に消せるんだよ。まあそう思ってる時点で魂ある。人間にも記憶喪失はある。そもそも魂というものはどこに宿っているのか、うん、心臓か頭か、それとも全身くまなく魂が宿っているのか、そのどれでも未だかつて証明できた人間はいない、うん、それこそエイドスのみぞ知ることだ。だったら機械知性には魂が宿っていないとなぜ言い切れる。私君はラピスだ。君だけがラピス・ローゼンベルクだ。私だけが。おい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 、どうやら涙までは再現できないようだ。ああ、なるほどね。中途半端な連中だな。うるさいうるさいうるさい、私の真似しないで。この名前もこの記憶も全部私のもの、誰にもあげないんだから。やはりこうなるか。え、これ何体相手すんのこれ。全部ぶった切る。手伝ってルーファス。私はラピス。おお、あ、少ない。何戦もするって感じかな。エメロードアイ見せてもらうわ。全部お見通しよ。ラピス？はてな。ラピスと同じ形をした人形、まるで壊れたようにラピスの言葉を繰り返し不気味な表情を浮かべる。私の番だ。これもあとは全部同じよね。 OK。 そうだな、レネゲード H。 レネゲード H。 杖よーし。攻撃させる間もなく終わらせてしまおう。結構セリフ豊富だね。あ、行くとしよう。痛いよ。私はラピス。うん、いるね。数増えたな。6体になったな。これも全部同じ。そうだな。何が効く？地属性か。ちょうどいいとこにメガリスフォールがあるじゃん。あ、でもこれ移動しちゃうな。入んないな、これきっと。じゃあちょっとルーファスをちょっとおとりに使うわ、ここに。はい。ちょっと耐えてもろでいいですか。任せたまえ。アイビネイル。どこ見てるの？
はい、メガリスフォール。ドーン。通常攻撃しかしてこないのかな。そしたらみんな入ってくれた、作戦通り。で、ここでアイビデイル、これ綺麗に決まったんじゃない。はいはいはい、おお、綺麗に決まった。はい、次ルーファス、1,2,3,4,5,6,7,8 8体か。一応見る、一応全部見とく。さーて、これはね、クリティカル、これはそうだな、エスクラ1回で終わるんじゃないか。ルーファスのブルドガングレイン、ドガングレイン、仕上げていこう。あ、この目つきかっこいい、このカットイン。そしてドガングレイン、うん、はい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 、はい、一発気持ちいいね。殲滅完了、先を急ぐとしよう。わ、経験値4万とか入ってるよ。EP チャージティカ18。機能向上ね。あ、エーデルハーツ2になった。リミッターを完全解除し、さらなる能力向上と身体機能の回復効果。まあ、こんなものだろう。ソルイーター2。精烈さが増した連続一つで魂を食らい尽くし、自己の攻め力を高める。うん、見たか、これがラピスローゼンベルクの実力よ。同じなのは外見だけということか。さ、なんか調べるか。これ別になんかラピスのスペアとかそういうあれじゃないよね。ミディアムのなんか別素体みたいな、そういうあれじゃないよね。こちら方面に詳しいわけではないが、どうやら主な技術体系は結社の人形兵器のもののようだ。ローゼンベルクも結社の13工房に属しているという話だったが、さて、果たしてかのマイスターはこんなずさんなものを作るだろうか。つまりどういうこと？つまりこれらはローゼンベルク人形ではなく、ただの模造品ということさ。なるほどね。よく見れば確かに。それなら納得ね。模造品があるということは、その元となった本物のデータがあるはずだ。ああ。あの奥だな。何が待ち構えてんの？何が待ち受けてんの？怖いわ。なんか新たな真実が。一方、その頃。あ、まただ。また、これか。なあちゃん。嫌な予感しかしない。なんかこれあれだね。最初の頃にさ、クレアが、新7組にやってきたあの重力装置みたいな感じ、まあ重力じゃないと思うけど、あれ似てんね。久しいな。え？我が最高傑作。嘘。あ、なるほど。これも、これはまあエンペラーだよね。エンペラーだけど、まあ偽物ような。うん、さっきのあれと同じように。あれ、確かサントキューの時は、なんか手に持ってるあのオーブみたいなのがなかったんだっけか？確か。一個足んなかったんだよね。嘘。あ、そうか。じゃあ実際にこれ重力操られてるってことでいいのか。ペラ、貴様は。この声優なんだね。死んだはず、とでも言いたいか。だが現に我はここにいる。黄金をまとう男エンペラー柳田純一。それだけじゃない。なあちゃんたちが各地にばらまいたはずのパーツが全部揃ってる、あれだよね、あそこのクロスベルの教会にも置いてたよね。
重力を操るアーティファクト意識、少林のレガリア。これの回収には協力者の力を借りたがな。協力者？今の我はこの地の新たな統治者に力を貸している。あのルーファス新総統に。まあ偽物のはずだからな。それは組織の方針なの？あくまで我の判断だ。組織はこの件で動いていないし、他の管理人も感知していない。組織ね。無駄話はこの辺にしよう。せっかくの再会だ。本題と行こうか。なんか今のでナーディアは、あれこいつなんかおかしいなって気づいた。我の元へ帰れ。そうすれば組織を裏切ったことは不問とする。いやー、そんなことはな、あの3時読んでる限りそんな組織ではなかったはずだ。何を寝ぼけたこと。これは提案ではない、命令だ。うん。君たちは我が育て、我が管理した道具、人を殺すためだけに存在する凶器だ。万全な状態ではなかったとはいえ、一度はこの我すらも倒し組織から脱走した。そのポテンシャルを高く評価しよう。だからこそ道具として我の元に戻るのだ。我自らが再教育し、最強の狂気に育て上げてやろう。どんな相手でも殺せるくらいのな。はるばるこんなところまで追ってきて、言いたいのはそんなことかよ。くだらない。命がけで手に入れた自由だ。これからは人間らしく生きていくって誓ったんだ。今さら人を殺すための道具に戻れだって、それこそ死んでもごめんだ。よき言った。ほう、この重力でも耐えられるとは。いや、慣れてきたか。その通り。あなたの能力くらいとっくに攻略済みよ。うん。ナディア、無理するなよ。してないよ。お、BGM 止まった。スーちゃんと一緒なら無理でもなんでもないんだから。いいだろう。ならば今この場をもって再教育を始める。死に損ないのくせしてよく言う。天国行きのチケットもう一回サービスしてあげる。おマジかよ、ワイスマンが喜んじゃうよ。お、仲間が増えたっつって。それ道具よ。今こそ強制してやろう。それ剣みたいになんの。こいつが、まあまあこいつもそうなんだろうけど、あの人形だとしてあれだね、エースの人形とかあれも持ってきた方がもっと動揺したんじゃないか、キックスインは。バトスコ。エンペラー、すでに死んだと思われたある組織の幹部、重力を操る古代異物で相手を地に落とし屈服させる。ふんふん、あ、意外と空違うな、風属性が来たのか。これ自体がもうアーティファクトだもんね。こいつのまとってる鎧自体がね、全部5個のアーティファクト。珍しいんじゃない。こういう系のアーティファクトって。あー、でも通常攻撃でブレイクできるな。バーン。俺の番だ。黒剣ターゲット捕捉。続いてくれ。ラッシュ。続け。あ、半分減らすだけでいいんだ。少林のレガリアよ、我に勝利を。奪えなかった上に逆ですからされた。カットインない。おお。仕上げた。使用ラグナレク。うはー。
まあそんなもんよな。ではスリーオブソーズで返そう。やっぱ敵のエスクラって全部見ときたいよね。ほう、いい仕上がりだ。うん、あの時より強くなった。あれから散々組織の追っ手と戦わされたんだ。強くもなる。、うん、やはり君たちは最高の素材だ。我がこれから。あ、ねえ、もういいんじゃないかな。何？ノーディア、もうやめようよこんな真似事。組織の話をしたところでやっぱり気づいてたっぽいね。どういうことだ？スーちゃんも薄々気づいてるんじゃないの？戦闘中の細かい癖なんかに。ああ、わずかだが、うん、違和感がある。主な戦い方は以前のエンペラーと同じだけど、細かい動きの角度、先読みの順番、回避時の方向。まあ完璧にはやっぱり模造できてないってこと？以前のエンペラーとは違うよね。あの時と違うのは君たちだけではないということだ。そういうフォローもできる。それが意味があることならね。けどあなたのその変化は特に強くも弱くもなっていないし、フェイクとかにつながるわけでもない、うん、意味がないのに変わったの。それがどうして？それだけじゃない。絶対支配がモットーで、組織に背いた人間を全員容赦なく殺してきたエンペラーが、条件付きとはいえなーちゃんとスーちゃんの裏切りを不問にするなんて、うん、まあありえないよね。それと組織の方針を無視した独断での行動、以前のあなたじゃ考えられないことよ。まさかナーディアが言いたいのは。うん、つまりこの人は死んだはずのエンペラーじゃない。限りなく本物に近い偽物よ。ご名察だ。出てきた。誰だ？まあ私が誰なのかはこの際重要ではないだろう。それよりそこの君、見事な分析だったな。プロとして彼の精子はきちんと確かめたからね。それに、うん、あのルーファス総統と協力関係にあるなら、そういうことだと疑うのはむしろ自然じゃないかな。ほうほう、状況分析も情報処理も適切、ますます優秀じゃないか。どうかね、私の実験材料になってみないかな。うわ、なんかもうやらしい意味にしか聞こえねえぞ。この世では、この世の中では。はあ、何なのこの人。変態です。ついていけないな。ちょうど生体パーツが足りていなくてね、君のような優秀な個体が欲しかったのさ。ドン引きしてるさ。レンに振られたばかりなのに、もう他の子を勧誘してるの？レンちゃん合流。博士って節操がないわね。優秀なものはいくらあっても足りないからね。もちろん二人一緒に来てくれても歓迎するよ。おう、全員合流したか。雇い主の私を差し置いて引き抜き交渉はやめてもらおうか。ナーディア、スイ来たか。みんな無事みたいだね。おやおや、役者が揃ったか。余興の方はちゃんと楽しめたかな。これからが何か本番があるってことかな。博士。お？うん？何かね。邪魔だ。ああ。
我の再教育の最中だ。出しゃばられては困る。あ、わかった。この後にあのオープニングであったあのなんか魔獣化みたいな魔人化みたいなあれになって戦うわけだな、これ。まだそんなこと。あなたが本物のエンペラーじゃないことはもうお見通しなのよ。それがどうした、うん、オリジナルのエンペラーはもはやこの世にいない。ならばこの力と記憶を与えられた我こそが唯一にして本物のエンペラーであろう。そして君たち二人に対してのこの執着こそが我を我たらしめる存在証明。こいつ、そんな風にこじらせられても迷惑なんだけど。スーちゃん。ああ、決着をつける、うん、でもまあこの状況じゃ。負ける気がしないね。まったくだ。仲間か。素晴らしいものではないか。同じ目標に向けて助け合う、互いの心を通わせる、なんとも素晴らしい。結構珍しいキャラだな、奇跡にしてはこういうのキャラ。ゆえにこそ。お、早い。君たちには過ぎたものだ。これはラディア、スイン。自分の重力も変えられるってわけね。それは人間にこそふさわしい概念だ。お仲間たちは知っているのかな。君たちが人間ではなく道具として育てられ使われてきたことを。その両手には拭いきれないほどの血を浴びて数多くの命を奪ってきたことを。それはサイナー。まあ昔ヨシュアも葛藤したことだね。今更人間のふりをすることで何かが変わるとでも思っているのか。君たちは所詮命令通りに人を殺すだけの狂気だ。その過去がある限りどんなにあがいたところで人間にはなり得ない。仲間を得る資格もない。二人をいじめないで。ほう、そんな人間のなり損ないをもかばいたてるつもりかね。かばうも何も、相手が悪かったわね。あいにく他人のたどった道にどうこう言えるほど蓮たちも温かい過去を過ごしていないわ。確かに。この身が背負う大罪と比べれば殺し屋くらいむしろ可愛いものだろう。てかもう全員がもうかなり大変な道歩んでるね。確かに過去が。人間の価値基準なんてそもそも私には関係ないもの。あんたら不愉快だ。余計なものに興味はなかったが我の邪魔をするというのは。貴様ら全員ここで降ろせよ。あれ一つ気になったんだけどさ、まあこの模造品をまあ、作ったとしてこの重力を操るやつってのは何。これ自体はもう本当にその散らばったパーツを全部集めてきたってこと。その協力者がって言ったやつ、それともこれこのアーティファクトの能力すらも作ったってことかね。模造したってことかね。どっちなんだろう。本当にパーツを持ってきたってことなのかな。終わるのはあなたよ。つまりこれは本物のアーティファクトなのかね。ナーディア、終わったか。お、解析終わった、うん、時間を稼いでくれたスーちゃんとみんなのおかげでね。なんだと。なんだと。エンペラーの記憶を持ってるなら知ってるはずよね、うん、なあちゃんの得意領分。そう、解析完了だよ。オリジナルとの際もそのアーティファクトのフルパワーも全部計算済み。残念だけどあなたの正気は今消えた。小娘か。そういうことだ。俺たちがどういう存在なのか決められるのは俺たちだけだ。
そこにあんたが介在する余地はない。偽物でも何でも構わない。その過去を清算させてもらうぞ。生意気な再戦、身の程をわきまえるがいい。